はい、どうも皆さんこんにちは、よしきです。今回はペダルの付け方、外し方になります。最初に取り付けに入る前に必要な機材について説明したいと思います。じゃあまずはペダルが付いてない方、最初の新車だったりとかもう取り外してあるよっていう方に関しては、まずは皆さんペダルを用意しましょう。で、今回僕が付けるのはシマノのジュラエース R9100 のペダルになります。2つ目に関しては六角レンチになります。ペダルの締め付け部分のミリ数もペダルによって変わってくるかとは思うんですけれども、一旦シマノのジュラエースに関しては8ミリの六角レンチを用意します。皆さんそれぞれに合った六角レンチを調べてご用意してください。はい、で最後3つ目なんですけど、ペダルのネジ部分につけるグロスもしくはスレッドコンパウンド、スレッドコンパウンドに関しては焼き付き防止だったりかじり防止剤になります。なのでどちらかをネジ部分に軽く一周つける形でつけてからクランクの方にペダルをつけるようにしましょう。注意事項なんですけど、ペダルの先端のネジ部分に何もつけない状態で、はめるのは機材の破損の原因にもつながってしまう可能性があるので、そこだけ注意していきましょう。ではカメラの角度を変えて取り付けに入っていきます。はい、じゃあ角度を変えましたので取り付けの方に移っていきます。とまず自分がつけたいペダルの方に立ちます。で、右のペダルをつけたい場合はペダルを見て左側にネジがある方を持ってください。で、これを準備したらこの六角レンチをクランクの左側、クランクの内側から出します。で、出してペダルを六角レンチに入れます。入れて戻して、左手で時計回りに六角レンチをで回すとスムーズに入っていきます。で、ある程度硬いところまで回せたら、長い方で最初回すんですけど途中から短い方に切り替えます。はい、ではこれから力を加えてペダルを締めていきます。持ち方に関しては、左手はホイールを押さえてるので、ちょっと使えないんですけど、左手でホイールを押さえて、右手に関してはハンドルを持つ持ち方っていうんですかね、順手っていうんですか、で持ってそのまま下に下ろしていきます。で、力をどれくらい入れるかっていう問題なんですけど、ちょっと感覚でしかお伝えできないんですけど、あんまり強く締め付けすぎるとクランクの破損にもつながったりとか、あとは硬くて取れなくなってしまう、ショップに持っていかなきゃいけなくなっちゃうっていう風になるので、感覚としてはぐーっと締めて、はい、そんなにグイグイグイってやる必要はないです。はい、では次に反対側の左のペダルの取り付けに移っていきます。先ほどと手順は同じです。で、刺しておく。で、クランクは平行、右手で次はホイールで押さえながら左手でグーッと、はい、体重を軽くグーッとかけるぐらいですね。女性の方でも比較的簡単につけられると思います。はい、はい、次に、ペダルの取り外し方に移ります。で、まず前提としてちょっとやってみたけど硬すぎて取れないっていう場合があるんですね。そういう方に関してはショップに持って行ってください。なぜかっていうとご自身が怪我をしてしまったりする危険もあるので、それを防ぐっていう目的と、こっちが壊れてしまったらそれこそもったいなかったりするので、硬すぎて外れない場合はお近くの自転車ショップさんに持っていきましょう。で、取り外し方なんですけど、先ほどと逆の手順で始めていきます。六角レンチを用意します。はい、で、六角レンチを用意したらまず短い方をペダルに差し込みます。はい、で、そしたら持ち方も取り付けの時と同じ方を持ちましょう。で、引くイメージです。で、そしたら右手をペダルに置いて上に上がってこないように押さえます。で、なんで左手をこういう風に順手で持つか、なんでこっちの方が力が入るんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですけど、僕個人的にはこちらじゃないと六角レンチの長さ的にフレームに当たって傷つけてしまう可能性があるので、この向きで持って最悪手がフレームにぶつかれば済む可能性があるので、この持ち方をおすすめします。まずは右手でペダルを押さえる。で、左手でこの向きで六角レンチを持ちます。あとは右手でペダルを押しながら左手で六角レンチを持ち上げる。そうするとカクンっていう風に緩まります。で、緩まったらもう一旦外して長い方に持ち替えます。で、持ち替えたらペダルの方に入れて、左のクランクの場合は時計回りに外していきます。自分の手前方向にクランクを回していくイメージですね。で、これで外れます。はい、
で、外れたもの先端グリスがついている可能性があるので、ここの先端は触らないようにしましょう。はい、では今回ペダルの取り付けが完了しました。合わせてペダルの取り外し方も完了しました。どうですかね、皆さん取り付け方とか今回の動画を見ていただいて分かりやすかったですかね。もし何か困ったことあればコメント欄にいただければと思います。ペダルの取り付けとか取り外しに関しては結構初心者の、まあ、僕とかでもやることができるセルフメンテナンスの領域にはなってくるので、今回のペダルの取り付けとかそれをきっかけにここをいじってみようかなとか、それこそペダルを変えてみようかなとか、そういったまあきっかけになればと思いますので、皆さんこれからも電車ライフ一緒に楽しんでいきましょう。では今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。では今回のこの動画いいねって思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。